Hi there, viewers and gamers alike out there. Welcome back for more Timeline Horror Edition Deluxe Edition. I'm your acting host, Chaos Lawrence. Before we begin, don't forget to like, comment, favorite, and subscribe to what you guys think in the comments down below. And without further ado, let's get straight on into this. Yeah, Premier. Huzzah. No doubt my mind it is, Helka. Ed Hats. That's why he leave us to World Cave. Yeah, but it's like, could be more tanker now. No doubt, I have no doubt it is, Liz. That's right, 3 down, 3 to go. わかりました。
Nice work, ladies. That is true, Leva. She is coming out of her cell. お疲れ様。
そっちもご苦労様。これだけの人数がいてもかなり手こ、アルゴさんの話の通りかなりの強敵でした。お疲れ様。ナイス活躍だ。はい、お茶の子さいさいです。 Piece of Kangadee Premiere Head Pats。 おい、なあ、飛び入りだったけどうまいこと戦闘がおかげで犠牲者はゼロだった。手を貸してくれてありがとうな。おかげで後味の悪い思いをしなくて済んだ、うん、大した戦い方だったな。あんたの仲間全員ともまた機会があったら一緒に戦おう。オッケー、よし、みんな NPC も連れて帰ってくれるみたいですね。ああ、キリト、プレミアやみんなが協力してくれて犠牲者を出さずに済んだからだ。つまり私たちはいいことをし、まあ嫌がられてはいないみたいだったな。戦いを始める前、あの人たちの間で、ああ難しい話だな。少なくとも俺はあの剣士の可能性が消されることに可能性、例えばさ、俺とプレミアが明日出かけた先でとても美味しい果実を見つけるかもしれない。すごく綺麗な景色を眺めることができるかもしれない。面白いことが起きて二人で笑い続け、そうした可能性は誰にでもあるものだと俺は思っているんだ。誰にでもある可能性、そんな、それを勝手な都合で奪うことは俺はしたくないし、あの人たちの中にもそう思う人がいた。だから言い争いをしていた。あ、プレミアにもあるだろう可能性。私にもある。さあ俺たちも戻ろうか。歩き回って戦闘して腹が減っちゃったよ。はい、 VR の研究として開発されたこのゲームはいわば人間の都合で作られた世界だ。その世界の NPC たちはみんな AI 化され、限りある命として設定されている。人の都合により作り上げた世界の中で人の勝手で消されていく命。今の俺は目の届く範囲でしか NPC のことを守ることはできない。だけど根本的に解決するためには絶対に人の力が必要なはずだ。その答えが分かるまでは今はできることをやる。The entry might find more areas tied up in your quest. Come on, let's keep going. But first things first, though.Oh, it's Argo.最近噂になっているみたいじゃないか。さすがだな。俺が噂に？なんだ、知らないのか。NPC を守りながらネームドモンスターを倒したんだろ。しかも同じ NPC である。But the story's about me and Premier, you say, Argo?どんだけてめえ知ってどうする。いいっすか。
デュエルでてめえに勝ったところで大した自慢にもならぬ。ま、今日は挨拶ってところだ。長く持つといいな。 Yeah, I really dislike that guy. すっかり目をつけられたみたいだな。目立ちたかったわけじゃないんだけどな。前にも話した通り相当な実力の持ち主だから、ボケットしてると攻略を横取りされるぞ。あ、そういえばあいつが戦うところ確かに戦闘慣れはしていたけど、アルゴが言うような異常さはなかったぞ。そうなのか。だとすると本気を見せていないのか、それとも俺、何にしても噂が絶えないのは事実だ。用心しておくんだな。ああ、分かったよ。Thanks for the warning, Argo. And up here, then I think we'll call an episode. It seems we are gonna stop here for the time being, and don't you worry, we're going to pick up where we left off, and thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, favorite, and subscribe to what you guys think in the comments down below. And we'll see you guys next time.